ありがとうございます。新しい2015年ですね、皆さんは新にどんなことを期待されていますか。先週のバイブルスタディでは同じ質問をですね、豊姉妹と夏江姉妹に伺ってきたんですね。夏江姉妹はチャレンジの年ですと。で、本当にその話を聞く中で私も励まされ、もう心がワクワクしたんですね。また豊姉妹はですね、もう御言葉に従っていきたい、もっと御言葉の中に生きていきたいですと。本当にその宣言の通りになっていくと今宣言したいと思うんですね。主は私たちに思いを与えます。これが道だ、これに歩めと。そしてその思いに私たちが聞き従っていくときに、主の祝福が豊かに満ち溢れていく。私はこのことをですね、今年は何度 もう口酸っぱく語っていきたいなと思ってですね、私たちが変えられていく方法、また私たちの家庭が、また皆さんの夫やまた妻が、またこの社会が、そして国が変えられていく方法は一つしかないんです。人々が御言葉に聞き従っていくんです。神の言葉に従っていくならそこに勝利の鍵が与えられていく。あの黙示録において7つの教会が出てきますね。さまざまな問題を抱えていたんです。ある教会は愛に冷めていました。ある教会においてはこの性的な罪、不貧困をはびこっていたんですね。またある教会は霊的に死んでいる、眠っているような状態だった。またある教会は生ぬるく、熱くもなく冷たくもなく、もうさまざまなこの問題が、課題が教会にあったんです。しかし主はこれらの教会を見捨てていなかった。言葉を与え続けたんです。初めの前に帰りなさい、罪を捨てて私のもとに帰ってきなさい。主は決して皆さんの人生を見捨てることはありません。私の人生を決して手放すことも見放すこともない。ですから私は他に何かを手放したとしても、この救いだけは決して手放してはいけないんですね。まあ、それらのさまざまな課題があった、問題があった教会に対して、まあ、そこに集うクリスチャンたちに対して主はこのように語りましたね。耳がある者は御霊が諸教会に言うことを聞きなさい。聞き従うときにそこに救いの鍵が与えられるんです。確かに問題の中に、課題の中に私たちは置かれているかもしれません。しかし主に聞き従っていくならば必ず道が開かれるんです。アーメンでしょうか。人が主に向くならば、その覆いは取り除けられる。この覆いというのは罪ですね。私たちはこの主に目を向けるときに、すべての覆いが取り除けられていく。まあ、イスラエルの歴史を見るときに、まあ、教会史の、まあ、教会の歴史を見るときもそうですね。ここには例外がないんです。滅んでいった民というものは、御言葉に聞き従わなかったんです。ですから、エレミアは、まあ、今朝私は16章を、まあ、デボーションで読んだんですが、あなた方が聞き従わないからだと。で、まあ、15章に行きますと、このように書いてますね、あの冒頭に。たとえモーセやサムエルが私の前に立ったとしても、すなわち、取りなしで祈ったとしても、取りなしで祈ったとしても、この民を私の前から去らせなさい。そして、あの15章の6節に行くと、非常に厳しいことが書かれていますね。お前が私を見捨てたの。あなた方が私、神を裏切ったんだ。ですから、最後にこう書いてます。私はもう憐れむのに愛だと。もう問題だと。愛する皆さん、私の救い主はイエス・キリストにいます。この主なる方を私たちは救い主として崇め、主と、また王として崇め、ぜひこの御言葉の中に気づきようでありませんか。ね、今、特に宣言してみましょうか。私がですね、あなたこそ、私の神、主です。もう一度、あなたこそ、私の神、主です。アーメン。この方に救いと勝利があります。本当にこの方から私たちの御言葉を学んでいきたいと、そう思います。聖書をお持ちの方は、ローマ書の、今朝1章の15節から、ここに見ていきたいと思います。ローマ書の1章の15節から、17節までを見てみましょう。ではここをですね、皆さんに声を合わせて読んでいただきたいと思います。ローマ書の1章の15節から17節までを読んでいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。私の聖書は290ページになりますが、それではよろしくお願いします。3、はい。ですから、あなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私
りしたいと思います。愛するイエス様、この朝もあなたを愛し、またあなたの御前であなたを賛美し礼拝できる恵みと健康でありがとうございます。イエス様、あなたこそ私の牧者であり、また私のメッセンジャーであることを思います。この朝、聖霊様、あなたが私に御言葉を教えてください。イエス様、あなたの心を私が御言葉を通して悟り、また理解することができますように、私の霊の目を開かせてください。また霊の目をあなただけに向けさせてください。この時間、主をあなたに期待して、イエス様の皆にお願いします。アメン。私たちはこのパウロの歩みから、ずっと学びを進めていますが、前回は一章において、挨拶を終えたパウロがですね、まさに今日の箇所からこのローマ書の目的ということについて、語り始めるわけですね。先週、私たちはこの制限の中において主の御業が表されていきますということを話しましたね。パウロ自身にはさまざまな制限があった。この時に関して言うならば、ローマに行くことができなかった。故に彼はこの手紙を書くしかなかった。ですから、このローマ書が書かれていました。で、私たちのこの生活の中には、3つの制限があるということを話しました。先週言われなかった方は、ぜひインターネットで確認してくださればと思いますが、この本当に私たちの問題が何であるのか、それを吟味していくときに、解決が開かれています。病気においてもですね、この完全に治すためには、根幹治療というのが必要ですね。薬というのは、夏井姉妹に欲しいかもしれませんが、これは表面的な、一時的な処置ですね。刹那的には良くなるかもしれませんが、本質的に私たちが癒されていく、改善されていくためには、生活習慣をやっぱ改めていかなければいけないんじゃないでしょうか。そこには当然犠牲が伴うわけですね。ジャンクフード好きな方にとって、ジャンクフードをやめるというのは、命を絶つことにも辛いという、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは本当にこう生活を改めていく。先日、妻とあるブログを読んでいまして、このがん治療について書かれていました。で、現代社会において2人に1人の方ががんで亡くなっていると。で、これは私たちにとって決して他人事ではないと、そう思うんですね。で、そこにさまざまなこの化学療法などを使わずに癒していくと、がんを治していくという、方法が書かれていたんですが、その一つがですね、基礎解剖を上げるということ。で、39度以上では、がん細胞というのは増殖できないそうですね。でもちろんこの基礎体温を39度以上で上げることは不可能なわけですが、この体温が低いからというのは細胞が増殖しやすいと。ですから小学包丁を飲みましょうとその方はですね、もう最初は飲んでは吐いて、もうその本当に血のにじむような努力を得て、がんが完治しました。そこに当然私には生活を改めていくという、この犠牲というのは伴ってくるわけですね。聖書の中にはこのようなこと、何が原因であなた方の間で戦いや争いがあるんでしょうか。ある方は言うかもしれませんね。宗教です。さまざまな教えが本当に混合している。だから世界に戦争が見えない。でも違うんです。聖書はこう語るんです。ヤコブ書のようにね、あなた方の内にある欲望が罪が原因ではないですか。聖書は非常に的確にこの人間の問題を指摘します。私の内にあるこの欲望こそが争いの原因である。人にはこの原罪というもの、元の罪を書きますね。生まれ持った罪があります。それゆえに私たちの社会には殺人、また自殺というもの、またさまざまなこの罪、アルコール、麻薬中毒、もうそのようなものが社会にはびこっています。これらすべては罪の原因なんです。ですから人々はその病、心の病、霊的な病に気づき、癒され、解放していかなければいけない。この救いの道こそがまさに福音なんです。よろしいでしょうか。イエス・キリストを信じ、また信じ告白する者は全ての罪が許されていく。まさにこの罪の呪いから解放されていく。これこそがまさにこのローマ書の一つのテーマなんですね。今朝はこの福音の前進ということについて、御言葉を少し取り継いでいきたいと思いますが、16節で見てみましょうか。パウロはこのように書きます。私は福音を恥とは思いません。このように書けばいいんですね。私は福音を恥とは思っていません。ということは、彼は以前は恥と思っていたんでしょうね。おそらくそうなんでしょう。彼はパリサイ人、非常にもう超エリートですね。ガラティア人の一章の14節においては、私は他の誰よりも人一倍熱心で、ユダヤ教に進んでいますと。そのように書かれているんですね。ですから彼はこのイエス様の教えというものに理解ができなかった。ましてイエス様に従っていた
まあ、やから者たちというような弟子たちというのは、まあ、無学な漁師たちやこの軽蔑されていた主税人たちでした。まあ、それも後押ししたんでしょうか。パウロはこのキリスト者をクリスチャンを迫害していきますね。しかしあのダマスコの途上でイエス・キリストと劇的に出会い、彼はまさに御言葉に生きるものへと変えられています。その彼がこうはっきりと宣言するんですね。私は福音を恥とは思いません。救いというのは行いではない。たとえ良い人であったとしても、どれだけの善人であったとしても、私たちは救われません。しかし救い主イエス・キリストを主と告白するとき、人は救われている。神はここまで私たちを愛しているということ。ある男性が以前このようなことを言っていましたが、まあ、ある雑誌の記事の中にこのような予言があるそうですね。命は大事だ、命を大切にしましょう。でその、まあ、文章を彼は見たときにですね、何を当たり前のことで言ってるんだ、そんな馬鹿げたこと、馬鹿げ切ったことじゃない、もう他人事にしか聞こえなかったそうです。まあ、その数年後彼は、まあ、知り合いのクリスチャンを通して、あの有名なイザヤ書43章の4節の言葉に出会うんですね。そこにこう書かれています。私の目にはあなたは後悔を尊い。その後にこう続きますね。私はあなたを愛しています。命が大事だ、大切だと何百回言われるより、一言私はあなたを愛している、天地万物を作られた方が私をあなたを愛している、この一言がよっぽど嬉しい。まあ、その感動に彼らはですね、クリスチャンへと導かれていたんですね。はい、皆さん、私の信じるこの誠の救い主は、皆さん一人一人を、数字姉妹、夏江姉妹、愛ちゃんのお子さん、心から愛している、たっとんでいるんです。私はあなたを愛している。この個人的な関係こそが、まさに聖書の福音ではないでしょうか。主は確かに私たちを愛している。この愛がされている社会にあって、家庭の愛というもの、また家族の愛というものが、多くの家庭の愛というものが歪んでいる。先日私がある動画を見ているときに、本当にお母さんがですね、本当に公共の、まあ、駅の構内で子供を虐待している映像が、まあ、その通行人の方がたまたま撮影していて、それがアップされていたんですね。もう思いっきりこの、まあ、体罰というんでしょうか、人が見ているその最中にあって、本当に愛が歪んでいるな。メディアの報道の9割も悲観的な内容ですね。抽象的な内容です。ここに救いがあるでしょうか。ここが私たちの進んでいく道でしょうか。そういった報道を聞きつける中で、この社会は本当に改善されていくでしょうか。逆ですね。罪の上に滅びる向かっているんです。人々は福音を知る必要があります。福音を知る必要があるんです。この良き知らせをイエス様が十字架にあって全ての罪の呪いを制裁してくださった。全てその債務証書を無効にしてくださったということ。ぜひ私たちはこの中に生き続けようではありませんか。パウロはそのように本当にその真理をしたときにこう宣言するんですね。私は福音を恥とはしません。今共に告白しましょうか。私は福音を恥とはしません。私は福音の中に生き続けます。アメン。イエス様はお互い深いトマスを見たときにですね、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですと。福音は信じることが大事なんです。いいですか。福音は信じることが大事なんです。行いによって私は何かをするのではなく、また私が見たから信じるのではなく、信じることによって私は主の御業を見ることができるんですね。十六節にまたこう書かれてありますね。信じるすべての人にとって、これ素晴らしい約束ですよね。ここには例外がないんです。信じるすべての者にとって福音というのは神の力で、まあ、私たちの取り巻き社会というのは、まあ、この信じること、信頼することが難しい社会かもしれませんね。特に日本人というのは猜疑心が強いです。疑い深いですね。なかなか心を開かない。皆さんの近くにもそういう方いませんか。私も以前はそうでしたです。まあそういう方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし聖書は一貫してこのことを語りますね。信じるならば救われます。まあ日本でもこの宝くじというのが
流行っていますが、私は前回アメリカに行くときにですね、この空港 の、まあそのソファで腰掛けて待っていたんですね。すると多分忘れ物だったんでしょうか、このまだ使われていないロトが10枚ほどですね、カウチの横に挟まっていたんですね。でそれを手に取ってですね、1枚いくらするんだろうかなっていうことを松本と話していたんですが、人々は間違ったものに信仰を置いてるんだな、信仰を置いてるなってことを改めて思わされたんですね。一か八かの信仰。しかし聖書がこの紹介するキリストにある信仰というのは百発百中です、ね、イエス様がおっしゃいます。私を信じる者は決して乾くことも失望することもない。なかなか言えませんよこの言葉は、決してという言葉は。まあ私たちの単語にはこの絶対という言葉がありますが、おそらくこの社会に絶対はないでしょう。あの311の津波もそうですね、絶対大丈夫だと言われた、まさかということが起こるんです、世の中には。しかしイエス様おっしゃるんです。私を信じるのは決して失望することない。今この心から信じるものはアーメンと言いましょうか。アーメン。16節もう一度見ましょうか。この最後の部分です。救いを得させる、この福音というものは救いを得させる神の力です。エリサのことをはっきりと皆さんと確認しておきたいと思いますが、このパウロの福音の理解というもの、この福音というものは決して一つの教え、考え、まあ、いわゆるこの概念のようなものではなく、まことに福音というものは神の力である。福音というものはこの教えの上に立っているものではなく、こうよく聞いてくださいね、イエス様ご自身の上に立てられているものです。主がおっしゃいました、私は I am the rock、 私は岩です。ダビデも言いましたね、主は我が岩だ。岩の上に家を建てる者はたとえ嵐が洪水が来たとしても決して揺らぐことも倒れることもない。つまり私たちが、皆さんが何を知っているかではなく、誰を信じているかです。皆さんにとってこのイエス・キリストという方どんなことでしょうか。聖書にはイエス様は愛の方、憐れみ深い方、確かにそれも事実なんです。でも皆さんにとって、舞ちゃんにとって、イエス様ってどんなことですか。松井姉妹にとって、エッちゃんにとって、この個人的な体験こそが私の信仰を立てる。よろしいですか。私が日本で、まあ、駅前で、まあ、毎週のようにロボデルをしていたことですね、ある、まあ、夫人の方がですね、まあ、私の前に来てこのように聞いたんですね。教会さんですか。私もキリスト教を信じてるんです。ああそうですか、教会に行かれたことありますかと言ったら、まあ、その方がですね、いや私は全ての宗教を信じてるんですと。一瞬理解できなかったです。何を申し上げてるんだろう。でその方がこう言うんですね、私は全ての宗教の良い教えの部分だけを信じています。で私はその時にちょっと考えてこのように言ったんですね。キリスト教信仰というのは教え以上に誰に従っていくかってことなんですよ。おばちゃんは10人の男性と結婚しますかって聞いたんですね。いや、しません。もちろんしませんよね。結婚というのは生涯本来ならば一人のパートナーとそういうところで言うんです。まさにイエス様と私の関係もこういったものなんですよ。何かの教えを私が知っている以上に、神様がどういうご家庭であるかっていうのを私が知っているか、まあ、納めを手にして聞いていましたが、ぜひ教会に一緒に来てください。私のこの信仰ってまさにそうなんです。教え以上に主がどういう方か。そうですよね。聖書の教え以上にイエス様ってどんなことですか。本当にこんなものなんです。ここに力があるんです。まさにこの花のことを花になるように、私はイエス・キリストと生涯を添い遂げていく。ですからパウロはこう語りますね。生きるにしても死ぬにしても私は主のためです。そしてパウロはこれを語るんです。この福音こそが、主と共に歩み続ける福音こそが神の力です。まともに言いましょうか。福音は神の力です。そしてなぜならと17節に続きます。見てみましょうか。もう少しメッセージを伝えていきたいと思いますが、17節の効果があります。なぜなら福音のうちには、皆さんでご一緒に、神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、
信仰に済ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてあるからです。アメン。少し難しい言葉が使われていますね。この神の義、The righteousness of God。まあ、神の義という言葉、この新共同訳聖書の解説で見るときに、これはこの人を救う神の働きと訳されています。神の義というのは人を救う、私たちを救う神の働きである。人類の起源、あのエデンの園において、アダムとエヴァが罪を犯し、神様とそれまで健全であった関係が壊されています。神様との全くこの広い関係が壊されたんです。そして罪のゆえに死が入ってきた。私たちの社会に、生活に、これはローマ書に明確に書いています。ですから罪のゆえに私たちの社会には、先ほど言ったように殺人、殺戮というもの、また自殺というものが起こっています。罪のゆえにある方は中毒に悩まされ、また様々な罪によって、暴力によって囚われてしまう。全てが罪のゆえなんです。つまりここに結論がある。私たちと神様、私たちが神様との正しい関係を保ち続けるならば、神を恐れ、神を尊び、御言葉に従い続けるならば、聖書はこのように約束していますね。恵みを仙台にまで施していますと。アメン。皆さんが今立っている信仰というものは、私たちのこの世代だけの祝福ではなくて、エイちゃんからシャノンへと、シャノンからその子供へと、孫、ひ孫へと、仙台にわたって受け継がれていく。これが聖書が語る祝福のまさに流れなんですね。仙台にわたって恵みが施されていく。ですからパウロはこの神の義ということについて、特にこの場所において強く触れています。それはまさに私たちと神様との関係を回復させていく、修復させていく手段である。これこそがまさにグッドニュースだ。先ほどこのイエス様が皆さんにとってどのようなことですかということをまあ聞きましたが、まあ、この質問をもし言い換えるとするならば、このように問うことができると思うんですね。皆さんと神様との関係は健全ですか？皆さんは神様と日々健全な関係で歩んでいるでしょうか？どうでしょうか？私たちと主との関係が健全であるならば、私たちはまさにこの福音に生きているのです。これは悲しい現実であると思うんですが、死を知っていながら福音の中に生きていない。ですから試練や患難が来るときに、また信仰の破線に遭うときに、教会から離れてしまうんです。救いを告白していながら、ここでのパウロのチャレンジというものは、まさに福音の中に生きていきましょう。お互いに行きましょうか。福音の中に行きましょう。福音の中に生き続けるんです、私たちは。そして皆さんの語るべき言葉は、本当に語るべき言葉を語っているでしょうか？口を出して普段見張っているでしょうか？また目はどうでしょうか？普段見るべきもの、また見るべきでないものをしっかり選んでますか？耳はどうでしょうか？俗悪な無駄話、また人の陰口や抽象、聞くべきでないことを今私は耳を感じている。それらすべては聖霊様が悲しませることなんです。聖霊様が悲しまれることなんですね。そしてそれは私と主との関係を壊しているものなんです。ですから私たちはこの朝、今一度ですね、主の前に出たいと思うんですね。罪のゆえに、もしこの主との健全な関係が壊されば、またそれが修復されていないならば、私の喜ばれない習慣、また生活の中にまだ私が留まっているならば、今一度福音の中に生きていく、そのエネルギーを共にしていきましょう。あの元息子が本当に身も心もボロボロになって、お父さんのとに帰ってきました。その時お父さんは本当に彼を迎え入れたんです。彼のために祝宴を設け、大宴会を催した。私たちが帰ってくる場所は父のことしかないです。ここに全ての回復と癒しと、また勝利があることを今宣言したいと思います。今しばらく皆さんで祈っていきましょうか。今日のメッセージに答えていきましょう。主よ、私とあなたの関係を健全に保たせてください。今一人一人から祈りとしていきたいと思います。あなたの福音に生きるものとしてください。
また今あなたに喜ばれないものを全てこなさせています。この日々私たちの本当に日ごとの献身であり、また日々のこの告白であると思うんですね。今そのことを今一度その前に私たちを祈っていきましょう。意味があるものは皆の主教会にいることを聞きなさいと、聞き続けなさいとあなたが語られたように、主の御声に身を傾けるときに、御言葉の中に生きるときに、私に命があります。それこそが勝利の鍵であること、この朝私たちはあなたを通して、また御言葉を通して教えられることを心からありがとうございます。福音に生きる者として、この朝私たちをあなたの御前で、あなたのものとしてください。また一人一人の信仰の告白というよりも、あなたが喜んでいることとなさることを心からありがとうございます。その宣言通りの、告白通りの歩みと、この一週間ならして